ダービー馬のオーナーになるのは一国の宰相になるより難しいと言われます。いよいよダービーのスタートです。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭。その中から頂点を極めるのはどの馬か、先に行くのはどの馬なんでしょうか。押し出されるようにしてシュガー君が先頭です。そのうちに9番ナノニアグロック、17頭が第1コーナーに向かいます。15番ヤスティンミラノが上がってまいりました。シックスペンス外を通りまして、13番シンゲンフラー、第1コーナー左にカーブを取って第2コーナー、そのうちからはユーンテイクナノンデサイル、一番外へ行った14番ゴンバデカーブース、2番レガレイラ、その後ろでやりましょうか。6番コスモキランダ、それから10番サンライズジパング、アーバンシップ、それから1番サンライズアース、その外に16番湘南ラプンタ、そしてその後ろからミスター GT、 17番エコロバルツ、この辺りちょっと離れているビザンチンドリーム。もう一度先頭から順番に参りますと、ヤスティンミラノがレースを引っ張るようになりました。そのうち11番シュガー君、第3コーナーに向かいます。17頭ナノニアグロックがその後ろ、外から1頭12番シックスペンス、そして5番手にシンゲンペラーであります。内を通ってユーンテイク、まもなく欅を通過します。5番ダノンデサイル、さあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。先頭行くピンクの帽子はジャスティンミラノ、外から懸命にジャスティンミラノ、ジャスティンミラノが間から抜け出した、内から懸命にシュガー君、3番手にダノンエアズロック、さあ先頭はジャスティンミラノがハンバシンリード、外からはコスモキュランダ、先頭トサキとジャスティンミラノ、コスモキュランダが差を詰めてきた。これはハンシーレースになりました。サンライザース懸命に追う、エコロバルツも差を詰めてきている。ジャスティンミラノが2番手コスモキュランダ1着、ダービー勝ったのは6番コスモキュランダだ。6番、2着、15番、3着、2番以上のように確定しました。